V.I. レーニン中央博物館は、1924年から1993年まで、モスクワに存在した、ソビエト連邦指導者、ウラジーミルレーニンに関する、博物館。1924年5月に開かれたボリシェビキ第13回大会中の、決議によって創設され、同月31日、党中央委員会付属、レーニン研究所参加の部署として、 ボリシャやドミトルフカ通り24番地に開館した。レーニンの妻ナデジダクルプスカヤが多額の創設資金を負担し、開館当初の展示は歴史ゾーンと記念ゾーンの2つに分かれていた。1930年までに展示室は12部屋に増設され、翌1931年に博物館はボリショイズナメンスキー工事8番地に移転された。1935年に、 党中央委とソビエト連邦人民委員会議は党中央委付属マルクス・エンゲルスレーニン研究所から独立した機関として VI レーニン中央博物館の創設を決定。党中央委付属出版社社長ナウムラビチェフを館長として翌1936年5月15日革命広場の旧モスクワ市議会ホールに博物館は真相開館した。 1937年に、レニングラード支部。1938年に、トビリッシ支部。キエフ支部とコスチノ支部。1941年に、ウリアノフスク支部。1948年に、追悼列車支部。1950年に、リボフ支部。1955年に、バクー支部。1970年に、タシュケント支部。1982年に、ウファ支部。 1984年に、フルンゼ支部、1987年に、クイブイシェフ支部、クラスノヤルスク支部と火山支部が開設され、1988年には、チェボクサルイ支部が開設された。また、出身スコエ博物保護区もその参加に置き、同じく、レニングラード支部の参加には、レーニン通り、ラズリフ、スモリヌイオ大通り、第10ソビエツカヤ通り、セルドボリスカヤ通り、 ヘルソンスカヤ通り、カルポフカ川沿い、イリーチコ事、ジ、イリーチョボ、ビボルグニコ支部があった。1924年から1973年に、かけて102カ国から4000万人を超す人々が来館し、1974年には、レーニン勲章も授与されている。1993年に、レーニン中央博物館は、 国立歴史博物館の支部へと改組され、さらに同年10月には、ロシア大統領、ボリス・エイリツィンが、レーニン中央博物館の閉鎖命令を発した。ウラジーミル・メディニチェンコ館長の強い抵抗にも、かかわらず、翌11月12日に、レーニン中央博物館は閉鎖されたが、その展示物は、国立歴史博物館の本館や、各支部で定期的に公開されている。 また、霊人博物館の館長職はその後も国立歴史博物館の内部に置かれ続けた。跡地の旧モスクワ市議会ホールは2005年から改装されていたが、2012年1 8 1 2年祖国戦争博物館として新装開館した。1934年の時点で展示品数は約9000を数えたが、この時までの博物館は小規模なものに過ぎなかった。 だが、新総会館後の博物館は、拡大を重ね、やがて、ソ連最大の政治宣伝機関となっていった。1973年までに、展示品数は、約40万点、展示室数は34部屋を数え、党活動家や軍人、ピオネール、コムソモール院のために、講義や読書会も行われ、国外からの来館者に対しては、外国語での講義も行われた。 展示文書には、ライプツヒで発行された、イスクラ第一号の印刷レイアウトや、レーニンが起草、署名した、最初の人民委員会議令が含まれ、レニニアーナには、世界80カ国から集められた切手、はがき、勲章類、そして6000点を超えるポスターもあった。それらの中には、セルゲイ・メルクーロフが葬儀場で作成した、レーニンのデスマスクも含まれる。 その他の展示品には、ドキュメンタリー映画、1871年に、パリコミューンで掲げられたものやレーニンの死に際して、孫文が送ったもの、そして、レーニンの墓に手向けられたものなど旗のコレクションの数々、そしてスターリン批判の中で破棄を免れた、ヨシフ・スターリンに関する品々があった。ありがとうございます。